東京拘置所拘置所は、主として未決拘禁者、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。また、拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した否決囚も収容されている。日本以外の国では逮捕直後から拘置所に収容されることが多いが、日本では逮捕後取調べが終わるまでは、警察の留置場に収容され、 検察官の起訴を受け裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容されるのが一般的である。拘留の執行として拘置所に収容される被告人はすでに刑が確定し、その執行として刑務所に収監された受刑者とは法的地位が異なる。拘置所における未決集においては一定の範囲で権利、自由に制限が課せられ、例えば衣類、飲食物、 日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが制限される場合がある。交流の目的である、逃走及び在所隠滅の防止及び刑事施設の規律秩序を維持する観点等からである。また、死刑の宣告を受けた者が、拘置所に収容されることについては、刑は確定しているが、未だ執行はされていないことによる。法務省の強制管区に対応して、 札幌、仙台の各高知市長及び東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各高知署には死刑執行施設がある。上記以外の高知施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの高知署または、高知署に身柄を移送されることになる。ただし、死刑執行施設のない高松共生管区においては、大阪高知署に移送され、同署にて執行される。 高知所のほか、各地に高知所が、刑務所などの刑事施設内に高区が設置されている。高知所は、全国に8施設が設置されている。また、高知所は、刑務所、少年刑務所、高知所の支所として、全国に111施設が設置されている。刑務所等の刑事施設内に併設された、未決抗金者の収容区画を高区という。 地方都市などで独立した、高知所、高知市場を設けるほど、被収容者が多くなく、近隣に別の刑務所等がある場合、職員配置の効率化や運営コスト低減のため、高地区が設けられていることがある。例えば、千葉市には拘置所、拘置所がなく、千葉地方裁判所で裁判を受ける、被告人は千葉刑務所内の高地区に収容される。 岡山市や森岡市なども同様で、それぞれ岡山刑務所や森岡少年刑務所に構築がある。森岡少年刑務所に収容されている被告と報道されて疑問を感じる場合があるが、わかりやすく読み換えると森岡少年刑務所構築に収容されている刑事被告人ということである。ありがとうございます。